えー、先ほど大学の修路について質問した小務省です。質問の仕方が悪かったです。今の志望校は理系で学部は物理学と数学です。僕が聞きたいのは人見知り小務省改善を期待して友達同じ学校か学ぶことの種類は同じでも高学類を手に入れるかです。よろしくお願いします。えっと高学類を手に入れてください。あのその後就職して金を稼いでという時に友達は役には立ちません。 ではその友達が高い給料を払ってくれるわけでもなく、やりたい仕事を見つけてくれるわけでもないと思うので、なので友達は友達と維持しつつ、あの、なんかやりたい仕事で給料高くもらえるところに行くっていう方がいいんじゃないかなと思います。こんばんは。私は23歳で88歳の祖母がいます。祖母が私の結婚のために3000万現金で用意していると家族全員に内緒で教えてくれました。ただ私は30歳まで結婚するつもりないので困っています。 ちなみに父、父長はいとこ、その娘、妹渡してるので、取り分めっちゃあります。この状況をどうすれば多く取り分を送きますか今は祖母に毎年100万渡してもらおうと思っています。えっと、多分、毎年100万くれって言ってもくれないと思います。で あの、これから、その、いとことか、いとこの娘とか、妹とかが結婚するために、多分同じような約束をしているので、お金どんどん減って、結果として、祖母本当にお金なくなると思うんですよ。なので、最適解は、今すぐ結婚をする。3000万円もらって離婚するんです。なので、もう離婚する前提で、まあ今彼氏とかいると思うんですけど、あの、ごめんごめん、あの、結婚をする気はないと。単純まで結婚する気はないから、あの、離婚はするんだけど、ただ、 ある特別な理由で結婚だけしたい。だからいいっていうので、で、そのなんか、あの、経歴に傷がつくとか、罰がつくとかっていうのを嫌がらない人って結構いるんですよ。なので、あの、結婚して、1、2年で離婚して、で、30歳ぐらいにもう一回結婚したいなと、その人と思えば、もう一回再婚する、再婚すればいいし、そうじゃなかったら別に他の人と結婚すればいいと思うので、なので、あの、とりあえず結婚しちゃって3000万円もらった方がいいんじゃないかなと思います。あの、下手すると、多分、5年ぐらいで、まあ、88で、一応その、日本の、 女性の平均寿命が確か87だと思うので、下手すると5年以内亡くなってしまう可能性結構高いんですよ。そうすると28ぐらいで亡くなってしまうと、その3000万円は単なる遺産の分配になって取り分めちゃめちゃ減っちゃうんですよ。 なので、あの、でもしくは5年後生きてたとしても、ボケてしまうっていうパターンがあって、いや、そんな約束してないよ、みたいになっちゃうと、もう、あの、お金もらえないですよ。なので、あの、健全その、あの、まだ、その、記憶がはっきりしてるうちにもらった方がいいと思うので、あの、1年2年でさっさと結婚した方がいいんじゃないかなと思いますけど。 モラハロうとから二人の子を連れで家出をした主婦です。えー、生ポをいただきながらウェブサイト制作を学んでいます。お金の不安がなくなると、あと二人赤ちゃんが欲しくなりました。現在31歳、離婚調停を終えて33歳頃。今から恋愛できる自信がなく、接種バンクを利用しようか悩んでいます。接種バンクで子供を作るって将来不安でしょうかひろきさん何かコメントいただきたいです。よろしくお願いします。出会い系サイトでいいんじゃないですかあの、接種バンクって別にあの、そんなに、まあ、お金もそれなりにかかるのと、あの、 えっと、アメリカで精子バンクがあって、で、あの、白人で IQ が高くて、有名大学を卒業してる人の精子が欲しいっていうので、で、それをもらって子供を作った人が確か20人ぐらいいたのかなで、ただ、その子供が妙にその感情が奇抜で、 その、ちょっと特殊な精神的障害のある子が多くて、これどういうことなのっていうので、精子バンクに調べたら、 なんかね、ハーバード卒業してる連続殺人犯の IQ 高い人とかだったんですよね。<laughs> なので、白人、IQ 高い、あの、高学歴はあったんですよ。<laughs> あの、連続殺人犯以外っていうのを入れてなかったので、結果として、その、サイコパスの子供を育てたっていうのが何十人もいて、で、その生死バンク確か訴えられて潰れてなくなったんですよね。<laughs> っていうのがあるので、 あの、その、人間を、その、なんか、精子バンクの、その、なんか、肩書きとか、お品書きで、やっぱ、人を判断すると、良くないと思うんですよ。で、その。 例えばじゃあ、有名大学卒でとかっていうので、そのなんかあの、身長も180でみたいなのになると、で、そのなんかじゃあ、日本人で東大を卒業していて、で、そのアメリカで大学の先生をしているみたいなので、こう、いざ引いてみたら、なんかの、老人は集団自決をしろって言っている変な眼鏡かけてるおじさんとかの可能性もあるじゃないですか。っていうのもあったりするので、なので、なんか、バンクとかよりは知り合いとかで選んだ方がいいんじゃないかなって思いますけど、で、出会い系サイトとかで、なんか適当に良さそうな人とも マッチングしてやっちゃってであれば一応会っっててて話をしてっていう人であればまだわかるじゃないですか。っていう感じでやっちゃって子供を作るっていう方がまだマシなんじゃないかなと思うんですけどなので出会い系サイトでハえめばいいんじゃないかなと思います。来年から兄さんの枠が拡大されますが全世界インデックス投資以外にひろゆきさんがおすすめの投資先はありますかひふみ投資で買って僕200%ぐらいになってるかななののでで一応その等身でも 日本国内でも頑張ってるのはあるんですけど、ただ、それは僕が買ったタイミングで、ひふみ投信が上がっただけで、今から買ったら、じゃあ、その、2倍になるかっていうと、ならないと思うんですよ。まあ、なる可能性もありまですよね。なので、その、基本的には何が上がるかどうかわからないんだけど、ひふみんじゃないです。ひふみんは、あの、加藤さんっていう、あの、将棋を指すおじさん、おじいさんなんですけど、あの、ひふみ投信っていう、あの、日本の銀行でも、もう今、手法銀行とかでも売ってると思うんですけど、割とあの、有名な、 大きい、その、あの、日本の投資会社がやってるところがあるんですけど、なので、ただ国内でやってるので、ちょっとこの先国内どうなのみたいなところもあったりするので、なので、その、基本的にはそのどれが当たるかわからないから、全世界インデックスとか、アメリカのインデックスとかを買ってるのが無難なんじゃないかなと思います、ね、SP500 とか。 はじめまして、30歳男性です。昨年年収アップを目的に転職サイトに登録していたところ、同じ業界からクレジットカードからオファーが届き、年収も約1.5倍に700万ほど上がるため、そのまま中途入社しました。採用面接が少し誇張した部分もあったことから、入社から数ヶ月経ち、徐々に自分が無能であることがバレ始めました。人間関係うまくいってますが、このまま仕事を続けていけるか不安です。今後どのように立ち回ればいいかアドバイスいただけますでしょうかその、自分が無能であると自覚してるんだったら、そのまま頑張れいいんじゃないですかあの 会社として困るのはあの、無能の自覚のない無能なんですよね。 なので、ある程度無能の自覚のある人であれば、じゃあまあ、これは、あの、成果上げてないんだから、ここは努力してよ、とかっていう貸し借りができるんですけど、無能であることの自覚がないスタッフとかの場合って、いやいや、お前成果上げてないんだから、これぐらいやれよ、みたいなのを断ってきたりするんですよね。それなんか貸し借りも効かねえんだったら、もうこいつと関わんの嫌だな、早くやめねえかな、こいつ、みたいので嫌がらせ、とかって始まるんですけど、まあ、人間関係もうまくいってるっていうのであれば、今まで通り普通に頑張って、まあ、あの、多少成果上げるように努力すればいいんじゃないかなと思いますけど。 27歳男、3歳上の女性と付き合ってるのですが、1年と4ヶ月ほど経ちましたが、好きと言ったり、手を繋いだり、キスやそれ以上を求めたり、それ以上は B くらいが一回するのがいつも自分からで苦しいです。そんなものなんですかね。この後電話で話し合おうと思ってます。別にいいんじゃないですかあの、その、 まあ,あなたがもっとやりたいことがあるんだったら、やりたいことがあると、ちゃんと伝えればいいと思うんですけど、別にあのそういうことに興味がないっていう人もいっぱいいるので、なので、なんか嫌いとかそういう話ではなくて、単純にそういうことにあまり興味がないっていう性格の問題なんじゃないかなと、ただ別にあなたがこういうことしたいですっていうのがあれば、それは事情をちゃんと伝えればいいんじゃないかなと思いますけども、なんか、言わないで分かってもらいたいみたいなのって、大体失敗するので、要求がある場合はちゃんと伝えるっていうのはやったほうがいいと思いますよ。 36歳看護師です。大学病院に勤め、出産を機に地方、地域公務員となる病院へ転職しました。パートで何年勤めていますが、仕事内容や勤務時間は正社員と同等です。さらに新人教育担当しています。4月から正社員として雇用が決まったのですが、掲示された支給量が安い。総務に問い合わせたところ、パート温全力は見ない、能力には尺度がない。能力はないが、頑張ってる人はどう評価するのと言われ、取り合ってもらえませんでした。給料アップの方法を教えてください。無理ですね。 まあ結局その給料を上げてくださいっていうのを法律上強制することって不可能なんですよね。なのであの給料を上げられるパターンはめちゃめちゃ人手不足な状況でこの人が辞めたらまずいよねとか、えっとこの仕事この人がいなくなったら損するよねっていう状況であればその辞めるぐらいだったらじゃあ給料を上げるよみたいな形で給料が上がる場合もあるんですけど残念ながらその公務員でさらに病院とかの場合って なんとかなっちゃうのと、その人を辞めないために給料を上げるというのが、多分その年齢給とか、なんかその勤務時間とかいろ、そのなんか勤務,勤務履歴とかでいろいろ決まってて、多分もう上げられないよねって終わりなんですよね。要はそこでなんかあの看護師さんがなんか減ってしまって、なんか病院的にやばくなったとしても、別にそれでじゃあお金を出して解決しようって多分構造的にならないので、なのでその給料アップというのを目指しているんだったら残念ながら民間に行った方がいいんじゃないかなと思いますけど。 先日認知症の母が入所しました。虐待などを見極める方法はありますでしょうか意のところ心配しないんですが、気づかないうちに嫌な思いをしていた,たらと思うと心配です。えっと、なんか録音したりとか、あの、なんかその、なんかスパイグッズ的なやつで検索すると、あの、コンセントに差し込んでずっと録音する機械とか、あとまあ、そのなんかぬいぐるみの形にしてて撮影する機械とかいくらでもあるので、なんで不安だったらそこら辺、あの、ちゃんと証拠取れるようにしとけばいいんじゃないですかね。 マスク社会についてどう思われますかマスク装着家の人は基礎疾患持ちや高齢者の他にマスクをすることは当然であり、つけない人は思いやりがなく自分勝手であると考えているようです。まあでも人はいろんなことを考えるので好きに考えればいいんじゃないですか要はその、あの、なんか、社会人でネクタイをしないようなやつはおかしいと考える人もいるんですけど、別に僕はあのネクタイはつけたい人がつければいいよねと思ってるんですよ。なんで僕はマスクもつけたい 人がつければいいよねと思ってるんですけど、ただその、ま、なんかネクタイをつけるべきだよねとか、その、なんか、他人と会うときはスーツを着るべきだよねとかって考える人がいるのも事実です。なんで、あ、そういう人はいるんだなっていうので、別にみんながみんな同じ意見になる必要はないと思うんですよ。だからその、自分たちの意見を押し付けてこなければ、別に人はそれを好きに思えばいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、 えー、人生を相談させてください。私は F ラン20年卒業、資格、スキル、運転免許なし、ADHD、ASD として、精神障害3級の手帳を持つ25歳男です。就活に失敗し、正社員経験がないまま、現在、契約社員をしながら実家暮らしをしています。このままで良くないと思ってるんですが、デブ症で計画力もないため、何もしないまま毎日を過ごしています。一人暮らしは就活、職業訓練を受けるのがいいかもしれませんが、やりたいこともなく、億劫で、なかなか一個も踏み出せません、えー。こんな私ですが、まず何から始めると良いでしょう しういいかゲームとか漫画とか好きなことをやればいいんじゃないですかいやあのなんかそのえっとプラスになる何かをしなければならないとかって思い込みだと思うんですよね。 で、別に契約社員で今稼げていて、で、精神障害の手帳も持ってる人なので、何らかそのなんかトラブルが起こるかもしれないから、あんまりその無理しない方がいいよねっていうのもあると思うんですけど、でも別に契約社員で普通に働いてて金もらってるんだったら、何の問題もないと思うので、なんかそれで何で問題があると思うのかよくわかるんですよね。 あの、世の中では、その、なんか、働く能力があるにもかかわらず、生活保護をとって、のんべんだらりとして幸せにしてる人たちっていうのもいて、それに比べたら、その、あの、なんか、生活保護で他人の税金で食ってるわけでもない、あの、まともに働いて暮らしてる方なので、何の問題もないんじゃないかと思うんですけど、な、何が嫌。で、多分、問題は、彼女がいないことだと思うんですよね。男性だよね、きっと。 25歳男。なので、あの、彼女ができると、多分ね、こんなことは悩みもしないと思うんですよ。あの、彼女ができてめちゃめちゃ楽しいんで、別にあの、なんかビール飲んでるおっさんになんか、自分の今後とか相談したみたいにならないと思うので、なので、あの、趣味のその、なんか漫画でも映画でも何でもいいですけど、なんかそこら辺のその人と、あの、ネット上で繋がって、まあ、オンラインゲームとかで繋がって、で、会話をするような友達ぐらいから、あの、異性の知り合いをいっぱい作ってみるといいんじゃないかなと思います。 えー、ひろきさん、こんにちは。僕は来月の高校の同窓会で人を笑わせる役目を任されてしまいました。人を笑わせるのは好きですが、どうすればいいかわかりません。アドバイスお願いします。えっと、同窓会であれば、その先生の口癖とか、友達の口癖とか、あとなんかこんなことあったよね、みたいな、そのエピソードっていうのを混ぜれば、とりあえずほっこりするので、適当にそこら辺混ぜて喋ればいいんじゃないですか えー、なぜ日本ではクソみたいな精神論が好まれるんですか特にスポーツと結びついているのが面白くありません。スポーツと精神論は全く関係ないのではないかと考えますが。結構ね、精神論大事なんですよね。いや、その、えっ、ー、と。 まあ、例えばじゃあトレーニングとかって、基本やりたくない人のが多いわけじゃないですか。まあ、あの、か、その、一部トレーニング大好きみたいなおかしな人たちとかいて、もうなんか家帰ってもトレーニングみたいな人がいるんですけど、ま、あそういう人は置いといて、まあ、基本的にはそのなんか、あの、まあ、ずっとじゃあ長距離とかで走り込みとかって辛いと。なので辛いことってやりたくないよね、なんですけど、その、 でも、この大会で優勝したら幸せだよねっていう、そのプラスのモチベーションで頑張る人と、あとその、毎日10キロ走らないと、先輩に殴られるから怖えっていう、そのマイナスの恐怖感でやる人っていうのもいるんですよね。なので、その最後は結局これをやるかどうかっていうプラスのモチベーションを持つのか、そのなんかあの、10キロ走ってないと先輩に殴られるから嫌だっていうマイナスのモチベーションでやるのか、まあアメカムチかどっちでもいいですけど、なんで最後はその気持ちの問題に結構なりがちなんですよ。 でただ、あの、うさぎ跳びをやるべきかどうかというと、それはマイナスなんですよね。うさぎ跳びを一生懸命やったとしても、別に筋肉つかないし、筋痛めるからやらない方がいいよね。なので、その、トレーニングでやるべきことというのは科学的にやろうねっていうのは割と日本の中でも結構普及してきて、その無駄なトレーニングをやるより効果のあるトレーニングをやった方がいいよねっていうのはなってるんですけど、ただその、必要なトレーニングを必要な時にやるかどうか。で、例えばじゃあその、試合前だったらある程度体重を落とした方がいいから、そのなんかダイエットした方がいいねとかだと、今ここで 酒飲んだら楽しくて美味しいかもしれないけど酒を飲まないで我慢するとかっていうのはもうその人のメンタルのその根性論の問題になっちゃうんですよ。なのである程度そのスポーツと根性論っていうのは、ま、のミックスしてしまうのは当然なんですけどなんですけどただその精神論さえあれば何とでもなるだろうって言ってしまう頭の弱い人っていうのがあるんですけどただそういう人たちに言い返すということが失礼なことであってえっ、ー、と。 歳をとっていたり、過去成果のある人に逆らうということが悪いことだよねっていう、そういう価値観が日本にあるので、なのでその上の人たちが、例えば、ウサギ飛びをしろみたいなこと言った時でも、 そのうさぎ飛び効果ないんすよみたいなことを言うと、お前失礼なやつだなとかでボコボコにされるみたいな文化があったりするんですよね。なので、その、えっ、ー、と、先進論が良くないよねっていう部分ではなくて、精神論を押し付けてくる偉い人たちに逆らえない構造になってる組織が割とスポーツ系多いよねっていう話なんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。えー